行きたくないな。なんて言ったんだ。日本語喋ってくれ。いちいち英語使うんじゃないよ、もう。あや、もう鬼ごっこはおしまいだ。逃げられないようにしなくちゃね。話して。あや、傷つけたくはなかったが、残念だよ。流し目だよな。いや、やめて、お父さん。足ならスカートに隠れて目立たないから大丈夫だね。こんなのやだよ。私、お父さんとずっと一緒にいたいよ。大好きよ、お父さん。年頃の娘にこんなに愛を語られてるっていうのに、このお父さんは。だから、お願い、もうやめて。あや、ね、全国の父親に恨まれる、この。あや、大丈夫。お父さんとあやは、これからもずっと一緒だよ。だから、安心して眠りなさい。愛してるよ。もう、いい笑顔なんだよな、終始。娘でお人形さん遊びって、あ、ちょっと成長してない。さあ、そろそろ眠る時間だ。チュッてしたな、チュッてしたな、今この野郎、変態が。光が遠ざかっていく。あ、お人形っていうことは死んじゃってるんだよね、多分ね。おやすみ、あや。バッドエンドだよね、お人形。あ、どうすればいいんだ。どうすればいいんだ、これ。ちょっと待ってね、いろいろ探ってみます。戻ってまいりました。そう、あの後、どうやって他のエンディングに行けなくてですね、その攻略の方を調べさせていただきました。で、その私全く気づかなかったんですけれども、お母さんの殺害現場ね、亡くなられたところにあるアイテム、ここの鍵が落ちているそうなんですね。で、そう、落ちてたみたいなんですよ。そう、ここの部屋、そういえば入れなかったことをすっかり私忘れておりましたね。ありましたね、入れなかった部屋で、ここの鍵をマリアのそばに落ちていた鍵、これをやるとここが開くそうなんですよね。で、ここにあるものを見ないといけないんですよね。何があるのかまでは書いてなかったんですけど、マリアの部屋を調べる日記を見つけた。もしかしてこれマリアの日記。読む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 。何月何日、教授、私がこの屋敷に来てから今日で1年ですね。あの日のことは忘れません。思い出、どうかお恵みを。真ん中にいるのがマリアかな。お父ちゃんが、お父ちゃん、わかりやすいですね。お恵みを、どうか、お恵みを、どうか。不老者か、磨けばいい素材になりそうだ。もうこの素材の意味が分かっちゃってるから、もう腹立しくてしょうがない。こんなに痩せこけてかわいそうに。家へ来なさい。これエンディングをね、途中までやったというか見たからこそわかるんですけれど、多分途中でね、ちゃんと見た人にとってはいい素材になりそうだっていうのは、こう磨けば美人になりそうだとか、そういう意味合いに捉えられるんでしょうね。まあ本当は人形の素材として見てたんでしょうけど、服と美味しいものを用意してあげよう、こいつ。
のは何でしょう。なんでマリアはこう実験から免れたんですかね。しばらくはここで我慢してくれ。家族に君のことを話してくるよ。家族、キツメの美人だ。妻と7歳になる娘がいるんだ。きっと君のことを歓迎してくれると思う。家族、めったくそに嫌われたけど、マリアちゃん、他に行くところがないんだね。この人も私と同じ。
も帰れない2人だけどさ、これで少しは血止められるかな。お嬢様、私なんかのためにありがとうございますね。うん、エンディングによってはあやちゃんをね同行しますからね。いいのよ、気にしないで。お嬢様にとって私は憎むべき相手でしょうに。そんなこと、いいのですよ。お嬢様の気持ちは前から知っていましたから。私は奥様とお嬢様の大切な人を奪ってしまった。憎まれて当然です。でもそんな私にも情けをかけてくださるなんて、お嬢様はお優しい方ですね。マリア、マリア、ラテル、一緒に逃げようよ。お嬢様、一緒にこの家を出ましょう。お嬢様、ですが、私もマリアと同じなの。お父さんがいなくちゃ生きていけないって思ってた。でもお父さんは私たちのこと、ほんとどうしようもないよね。私、お人形にはなりたくない。だからもうお父さんと一緒にいられない。でも私もマリアも一人ぼっちじゃ生きていけない。だから、一緒に行こう。お父さんがいなくても二人でならきっとやっていけるわ。一緒に行きましょう、お嬢様。うん、お供いたします、お嬢様。覚悟が決まったね。頼もしい仲間が増えた。やっぱ怪我してるときついのかな、マリアン。すみません、お嬢様、肩を貸していただけますか。
女様をお守りするためにはもうこうするしか。ほらやっぱり動いてる。いいの。これでよかったの。そうでしょ、お母さん。後ろ後ろ。お前いい加減にしろよ。特殊。した思い出は消え
ずはここから二人寄り添って、これはグッドエンドでいいのかな。さっきまで不穏な音楽流れてたけど、あれでもお外に出てるね。イケメンお兄ちゃん今お外に出たけど、二人だけになってしまいましたね。スノーボールもいるわ。そうでしたね。なんか本が落ちてるのが気になる。これからどうしましょうか。わからない。どこか暮らせる場所を探さないと。でも私一人じゃきっと生きていけない。マリア、私と一緒に来てくれる？もちろんですわ。さっきさ、ここのやつを外部に見らせにね、漏らすわけにはいかないっていう話をした後に、怪しげな本があるからちょっと嫌な予感がしてるんですけど、多分これを見てる皆さんもね、嫌な予感してるよね。お嬢様は私を救ってくださった。今度は私がお嬢様をお救いする番。注意深いね。この先たとえどんな困難が待ち受けていようとも、お嬢様のことはこの身に変えてもお守りいたしますわ。ありがとう。何事もなく終わってほしい。お父さん、お母さん、さようなら。スノーボールも一緒に行くんだよ。そういえば黒いコートのおじさまはどこへ消えたのかしら。無事だといいけど。スノーボールダメ、そっちに行っちゃダメ。あの人ならきっと大丈夫よね。不思議な人だもの。行こう、スノーボール。ジュマー様はお強いですね。つい先ほどまであんなに辛い目に遭っていたのに、今は涙一つ見せず前を歩き続けている。お嬢様と一緒ならたとえこの先何があろうと乗り越えていけそうな気がします。だけど何かしら、この胸騒ぎって、この本当だ、この胸騒ぎは一体何なのでしょうか。教授、多分それね、当たってるよ。あら、黒いコートのおじさま、笑うセールスマン。人間とはつくづく愚かな生き物ですね。私はこれまでに数多くの人間を見てきました。その中でもあなたは最も愚かな人間だ。欲に狂った人間は魔物より恐ろしい。まあ賢くはないよね、この人。ですが私はそんな愚かな人間こそが愛おしい。滑稽だから、私のもとへ来なさい。私のもとへ来れば思う存分研究が続けられますよ。まだ生きてるのかな、それとも死んでこの人の世界に行くってこと。嫌な異世界転生だな。ろくでもないやつ向こうに連れてっちゃったよ。お医者さんに見てもらってるんですけど、
ジを拾ってきて、あやちゃんは、病弱な人、それにしても体が弱いのによくこんな場所まで足を運んでくれたわね。大変だったでしょう。ここへ来る途中、親切なおばさんに出会って、この近くまで馬車で送ってもらったんです。とっても優しい方でしたよ。名前はマリアって言わないそれ。世の中には親切な方がいらっしゃるのね。トレビス先生と同じですね。そうかしら。さて、それじゃあ始めましょうか。さあ、ここに横になって。だって不自然だもんよ。なんで医者ルートになってるんだろう。なんだか緊張するな。さて、トゥルエンドを迎えたということは、プラットモー
しようもないな。娘が恋しくなったのですね。うんうん、そうですか。成長した姿を。ええ、もちろんですよ。彼女も私の世界に迎え入れて差し上げましょう。今ね、その今の成長したあやちゃんがどうなってるのか、この人はちゃんと把握してるってことが。彼女の誕生が待ち遠しいですね。いつかその娘にあなたの故郷を見せて差し上げれるといいですね。どういうことなんだろう。日本にやってくるってこと。あやちゃんが故郷ってそうだよね。妄執というか執着がすごい。これからもずっと一緒だよ。僕の可愛いあや。なんか続編がありそうな作られ方ですね。これ面影隠しイベントだったんだ。あれかな、ジェルを、お、ジェルじゃない、失礼、ジェムを全部集めたからなのかな。で、そうですね。じゃあブラッドモードはまた次回やるとして、最後この動画では最後 If エンディング見てみましょう。 If ストーリーを。お嬢様、お嬢様、最後、そうだ、あのあやちゃん気絶しちゃったので、その時の話なのかな。お嬢様、しっかりしてください。大丈夫、どうやらショックで気絶してしまわれたようです。お嬢様、あやちゃんが気絶している間に何が起こっていたのか。あ、でもイフストーリーだから、正しくつながってるわけではないのかもしれないね。あやの様子はぐっすりと眠っておられます。しばらくはそっとしてあげてください。そうだね。あの、あなたは大丈夫なのですか？ね、マリアがナイフぶっ刺しましたからね。僕のことは心配しないで。僕はもう死んだ人間だから。その割には目の輝きがあるんですけどね。てんてんてん、あなたは本当に死人なのですか？ええ。ごめんなさい。なんだか他の屍とは違って見えましたからね。みんな目がうつろだったよね。あなたの瞳には正気を感じる。とても死人だなんて思えませんわ。僕も今自分がこうしてることが信じられなくて、なんだか不思議な気分だよ。あの時はごめんなさい。お嬢様が襲われていると勘違いしてしまい、ついナイフを。なんかメイドにナイフっていいですよね。気にしないで。僕もあなたと同じ立場なら同じことをしていたと思う。ありがとうございます。マリア、お嬢様、ずっと一緒。お嬢様、目が覚めたの？いえ、どうやら寝言だったようです。こんなの彦よく湧いちゃうよね。私たちこれからどうなるのでしょう。それにあなたも。屍は呪いの力で生かされているだけに過ぎない。お母さんが呪いの元凶だったってことは、お母さんがいなくなっちゃった今、まあね、長く持たないだろうね。呪いの力が完全に消えたら、きっと僕は消えると思う。そうですか。あなたは私たちを助けてくださったのに、私はあなたたちに何もしてやれない。本当にごめんなさい。それどころか下手人だからね、マリアも。いいんだ、これが僕の運命だったんだ。運命には誰も逆らえないよ。大人だよな。どこへ行かれるのです？女の子の部屋に長居するのは悪い気がして。他の部屋を借りてもいいかな。大人な上に紳士。空いてる部屋なら自由に使ってくださって構いませんわ。ありがとう。あなたは生きて、アヤを守ってあげて。それがあなたの使命だ、モニカ。
リオン。これはこれはよくぞお無事で。ナイフで受けた傷はもう大丈夫ですか？その様子だともう大丈夫みたいですね。もう何でも知ってるね、この人は。あなたにいただいた薬のおかげで。それはよかった。なんで助けてくれたんだろう。あなたは一体何者？すごい頻度でお茶を飲むね。ここの屋敷の人間ではないな。死人というわけでもなさそうだ。ただの通りすがりのセールスマンですよ。セールスマンという割に何も売られなかったけど。お客様は我々ではないということか。今宵は実に面白いものを見させていただきました。愛とは実に素晴らしいものですね。皮肉か。愛のために人は狂い、抗い、傷つけ合う。なんとも愚かで実に愉快だ。まあ、喧嘩売ってるようにも見える。あなたはこの状況を楽しんでいるの？そうだと言ったら一体何が目的だね。なんだろうねこの人は。もう目的などありませんよ。私はただ狂った人間を観察するのが好きなだけです。まあわからんでもない。変な人を見ていたいってことか。お前人間じゃないな。まあそうだろうね。シュバン、残像だ。しかし最近は観察するだけというのも退屈になってしまいましてね。新しい娯楽を見つけようと思うのです。いや、積極的に手出しされるのもな。そうですね、彼のようにお人形遊びでもしてみましょうか。ふざけるな。後ろを取られた。あなたのような善良な人間も私は好きですよ。この世が狂人で満たされていたらつまらない。まあ飽きちゃうだろうね。この人にとっては善人がいるからこそ狂人が光るのです。だから私はあなたを見殺しにはしなかった。これからもその正義感で狂人に立ち向かってください。これからもということは、この金髪のイケメンお兄ちゃんは長生きというか、ここでは死なないってことなのか。その時が来たらじっくり見物させてもらいますよ。逆に言えばここから出ても平穏なんてないってことだね。それはちょっとかわいそう。あ、動けるようになった。ガチャ。ここはもう行ったのか。あとはこっちは応接室があったようなね。ここにねダガーがあったね。しょぼ、なんだ、あの子を助けてくれてありがとう。お母さんが最後に一つだけ、私の代わりにあの子にさようならを言ってあげて。これは嘘じゃなかったんだね。方便じゃなかった。私はもうあの子に会わせる顔がないから、お願いね。待って、言ってしまった。彼女はどうして僕を助けてくれたのかな。僕じゃなくてもよかったはずなのに。余計なことを考えるのはやめよう。彼女の気持ちがどうであれ、僕は彼女に救われた。その事実は変わらない。恩ができちゃったね。ありがとう。さて、こことあとは向こうの反対方向の部屋。ここで最後か。不思議なおトイレ、なんかいるのかな。ここ確かに、ここ確かに死体があったんですけど、この人だったんですね。若そうか。お前も初めは使用人として雇われてここへ来たんだろう。俺もそうだった。だがお前たちとは違う。俺は総裁ではなく使用人として迎えられた。まだあの女が生きていた頃の話だ。
情を知ることになった。家族、父親のじゃなくて家族ということは、全体がおかしかったんだね。あの3人、俺は恐怖で逃げた。全力でな。だが逃げ切ることは叶わなかった。追いかけてきた。利口な手口で逃げたつもりが、あの女は俺の心を見抜いてきよった。恐ろしく勘の鋭い女だ。人の心を読み取れる女なら、人を洗脳し操ることなど大容易なことだ。まんまと騙されおったものよ。あの研究者がモニカに洗脳されていたとでも言いたいのか。あの研究者っての父親だよね。母親が父親にああなるように動かしていたと。彼女がどんな人物であれ、娘を思う気持ちに偽りはない。彼女は立派な母親だよ。どう思うが、俺の知ったこっちゃないがな。まあね、殺されちゃったからね。俺は人としてこの屋敷に迎えられた。逃げようなどと考えなければ殺されることはなかったかもしれねえな。いやー、でも正気ではいられなかったよ、きっと。で、あ、ごめんね、スノーボール。いつも私のそばにいてくれたのに、私ったら一人ぼっちになっちゃうって考えてた。許してくれる？スノーボールも大切な家族でしたね。で、ここでお別れとなるんだね。スノーボール大きいな。よかった、目が覚めたんだね。うん、顔赤らめてる。照れてる、照れてる。かわいい。申し訳ありません、お嬢様少し照れてるようで。しょうがないよ、私たちこの屋敷を出ることにしました。その方がいいね。思い出はすべてこの屋敷に残していくつもりです。これからはお嬢様と新しい人生を歩みますわ。で、てんてんてんと、この屋敷のことを考えているのか。どうされました？浮かない顔をしておられますが。黒いコートを着た赤目の男に気をつけて。ハゲだよ、ハゲ。どういうことです？まあ、何かしようと考えてるみたいなんだと。お嬢様にも危険が及ぶ可能性が。その可能性は十分にあるね。マッドファーザー2の構想ってあるのかな。肝に銘じておきますわ。もしくは別作品であやちゃんが出てきたりとか、そういうのありそうな展開ですよね、これ。それじゃあお別れだ。バイバイ。さて、この後どうなるんだろう。幸運のおまじない。さようなら、あや。君に幸運があらんこと。さあ、行って。さようなら。こうして、トゥルーエンドと同じ終わりになって、待って。
私の髪型ができるかなって思ってやってみましたけど、なかったので髪色だけお揃いにしましたわ。これにしておこう。いいのかな。はい。でこれはブラッドモードと、はい。おそらく